皆様こんにちは。今回はパチスロマクロスフロンティア4をご紹介しちゃうよ。いやー楽しみすぎてバジュラ化しちゃったドテバジュラがお届けするよ。角がうずくぜ。原作のマクロスフロンティアは2008年に放映されたアニメシリーズなのですが、アニメ終了から15年が経過した今でも人気抜群の作品です。パチンコ、パチスロでも人気シリーズとなっているのは皆さんご存知かと思います。そんなパチスロマクロスフロンティアシリーズがスマスロとなって登場します。サンキョーのスマスロといえばパチスロ革命機バルブレイブ、パチスロからくりサーカスが絶大な人気を誇っているだけに本機種も期待せずにはいられませんよね。早速その全貌をご紹介したいと思います。まずは本機種の注目ポイントです。1つ目がメドレーステップアップ&トライアングルチャンスが復活。マクロスフロンティアシリーズといえばやはりこれ。メドレーステップアップは発生すれば歌姫ボーナスやトライアングルチャンス当選の大チャンス。 AT バルキリータイムの初期ゲーム数を大きく左右するトライアングルチャンスの期待感は本機でも健在となっています。2つ目は歌姫レア役と歌姫ナビによる新たなゲーム性。歌姫レア役はキャラによってレア役期待度が変化するシステム。シェリルならチェリー、ランカならスイカがチャンス。歌姫ナビは中尾は右か運命の2択。リール第一停止のガチ2択によって成立するレア役が変化し、結果次第で出玉が激変。他にも歌姫ゾーンや歌姫ドライブといった期待度 50% の演出が多数搭載。レバーや押し順に運命が左右されるゲーム性はパチスロならではですね。さまざまな場面でこれらが活躍することになるのですが、こちらは実践しながら詳しく解説していきますのでお見逃しなく。さあそれでは実践しながら本機種を紹介していきます。スペックについてはご覧の通りとなっています。続いてゲームフローです。通常時はまず歌姫ボーナス当選を目指します。歌姫ボーナス後にはメドレーステップアップの高確率状態歌姫ゾーンに突入し、ここで青7を揃えることができればトライアングルチャンス濃厚。初期ゲーム数決定後は AT バルキリータイムへと突入します。 AT 中はゲーム数上乗せ、歌姫ドライブ、 AT 中ボーナス当選のチャンス、これらが絡み合うことで出玉を増やしていくゲーム性です。さらに本機種では特定の条件を満たすことで上位 AT 超時空バルキリータイムへと突入。 AT 中ボーナスをループさせつつ、この上位 AT である超時空バルキリータイムを目指すのが本機の最終目標です。続いて通常時の打ち方です。通常時は必ず左リールから押してください。左リールにチェリーを狙い、中右リールは適当打ちで OK です。通常時からは歌姫ボーナスを目指すのが、基本の流れとなっていますが、主な当選契機は通常時のレア役、通常時の歌全長成功、メドレーステップアップでの白バー揃いとなっています。歌全長へは主に通常時の規定ゲーム数消化やレア役から突入します。現在のゲーム数は画面右下に表示されており、基本的に1ゲームにつき1ずつ上昇していきますが、ゲーム数加算ゾーンである歌姫チャージに突入すれば規定ゲーム数への到達がさらに近づきます。歌姫チャージの主な突入契機は通常時のレア役です。さあどこに止まるか。いきます。お、今回はですねシェリルチャージに突入しましたが、こちらは冒頭でお伝えした歌姫レア役が生きるポイントとなっています。シェリルなのでチェリー成立で大量加算のチャンスですね。いきます。さあまずは1ゲーム目どうだ。おプラス10。さあ2回目どうでしょう。おっ、ちょっと待って、チェリー止まったよ。ジャックチェリー、うおー、プラス50、大量加算、こういうことなんですね。さあ左上の方にね、残りゲーム数書いてあります。もちろん毎ゲーム加算されるわけなんですね。お、プラス5、トータルでプラス75加算されるわけですね。今現在73なので148になるというわけですね。149、あ、今回がね149ゲーム目ですね。お、グリフィスパーク、これ背景チャンスじゃないかな。だいぶザーザーしてきましたよ。さあそしてこれは歌全長いきましたね。はい、さあ歌全長入りましたね。これ歌姫ボーナスの全長ステージとなっていまして、シェリル全長はチェリーでチャンスで、ランカ全長今回ですね、これはスイカでチャンスとなります。でもう一つデュエット全長というのがありまして、お、チョンスミ引いた、チェリー、スイカどちらでもチャンスとなるということですね。でこの歌全長というのはこれ自力型全長ステージとなってまして、消化中もレア役を引けばボーナス期待度がアップとなります。おーおーおお、盛り上がってる盛り上がってる、こりゃゼリー食ってる場合じゃねえぞ。さあバジラ、おお、ちょっと待って、めっちゃ滑ったんだけどこれ。おお、京スイカだよ。このタイミングで京スイカ引けたのかなりでかいんじゃない？大型バジュラ、期待度 2.5、 相手としてはちょっと手強い感じがしますけれども、いいところでレア役引いたよ。さあどうだ、おお、きたー、バルキリーが見事バチラをやっつけましたね。ウィンということはつまりボーナス確定です。狙ってもう狙わなくても止まってくれちゃいます。歌姫ボーナス見事ゲットいたしました。さあこちらはですね、20ゲーム継続するボーナスとなっておりまして、消化中はトライアングルチャンスの抽選を行っています。またここでトライアングルチャンスに当選しなかったとしても、歌姫ボーナス終了後には歌姫ゾーンに突入します。その後の展開に注目していきましょう。さあ残り1、さあジャックチェリーを一度引きましたけれども、どうでしょうか。あ、ネクスト歌姫ゾーンですね。ランカとあります。さあ歌姫ゾーンですね。これ歌姫ボーナス後に突入するチャンスステージで、メドレーステップアップの高確率状態となっています。成功期待度は約 50% となっています。さあ思いが届くのかいきなり。さあメドレーステップアップ2止まり。さあここで青7が揃えればトライアングルチャンス。さあどうだ、来い、あーダメか、失敗。おお来た、歌姫チャンス、ハテナがね中右にあります。もうこの時点でチェリーもしくはスイカが成立していることが濃厚となっております。ランカですからスイカが揃えばいいわけですね。いきます、どうだどうだ、これはスイカが大チャンス。さあレバーいただきます。さあここからメドレーがステップアップ2度回り。さあちょっと二度回りだろうとなんだろうと青7が揃えばいい。おおきた見事7揃い、気持ちいい。アルトが揃ってくれました。さあということで見事バルキリータイム入りましたが、まずはですね初期ゲーム数を決めるトライアングルチャンスですね。どのキャラが選ばれるか、これが重要になってきます。来い、誰だ。シェイリールですね。さあ行きましょう。シェリルはですねだいたい平均、70ゲームの上乗せということですね。でもちろんここでも歌姫レア役と歌姫ナビこれ有効ですので、シェリルの場合はチェリーですね。チェリー揃いに期待しましょう。プラス5まだよ。プラス5。おわっわっ、ちょっと待って、これチェリーチェリー着チェリーって、うわーな、もう平均取ってる、すごいね。さあラスト、さあプラス10ということで合計140、これすごいね。平均の倍取れました。なるほど、やっぱねシェリー大事になってくるね。チャンス、さあといってチャンスがね続いておりますが、バルキリータイムはですねゲーム数上乗せ型 AT で、消化中はレア役で AT ゲーム数上乗せ、歌姫ドライブ AT 中ボーナス、そして AT 中広角を抽選しています。ゲーム数上乗せやAT 中ボーナス当選など、まさに AT 期定番ともいえる安心のゲーム性となっていますが、中でも歌姫ドライブが AT 中ボーナス当選の鍵となります。おー、シェリルドライブ。さあこちらはですね AT 中ボーナスの高確率ゾーンとなっております。期待度は 50%。 それでは行きましょう。さあこの歌姫ドライブも3種類ありまして、シェリルドライブはチェリー成立で AT 中ボーナス濃厚、ランカドライブはスイカ成立で AT 中ボーナス濃厚、そして、ユニゾンドライブはチェリーはスイカ成立で AT 中ボーナス濃厚となっております。だからとにかくシェリルはチェリーを引けね、ランカはスイカを引けということだけ覚えておけば間違いない。さあそしてこの歌姫ドライブ中特に重要となるのが歌姫ナビの存在です。今回はシェリルドライブなのでチェリーイコールボーナス濃厚というわけなんで、歌姫ナビが発生した時点で大チャンスとなるわけですね。なおですね、非対応のレア役だった場合はユニゾンドライブの抽選、チャンス目は対応キャラを指順をナビしていける一択ナビの抽選を行っております。あ、これ強チェリーじゃない。おお、ちょっと待ってちょっと今格好がつかなくてね、これ今左側にチェリー止まってないわけなんです。取りこぼしてしまったんですけれども、これねリプレイが成立しているので特に、ロスはないということですね。ということで見事 V 獲得ですね。素晴らしい。ちょっと、あ、これ青菜ですね。あー、気持ちいいね、ぐるっと回ってアルトボーナス。さあということで見事 AT 中ボーナス、引きました。今回アルトボーナスでしたね。この他にもシェリルボーナス、ランカボーナスと3種類あります。性能はご覧の通りとなっております。消化中はゲーム数上乗せの他に翼のマイチャンスを獲得する可能性があり、獲得時はゲーム数上乗せ歌姫ドライブ、歌姫ドライブストックゾーンである超時空バジュラッシュ、超時空バルキリータイムのいずれかが濃厚となります。今回アルトボーナスですから、ここにもあります50ゲームなんですね。他のねボーナスに比べると長いので一番嬉しい、ボーナスとなりますね。さあ今煽りが行われてますけれども、全てのパネルが埋まれば翼のマイチャンス来ない。さあということで獲得は289枚。おお100はすごいですね。これ途中でレア役何回か引いてたんで、それで後乗せだったんでしょうね。いやこんなパターンもあるんですね。これは嬉しい。なんか演出が続いてますよ。上乗せだって言ってるよ。プッシュ派手な割には10派手な割には10だけど、嬉しいね。おっとランカドライブに入りましたよ。さあランカドライブ、ここではねランカですからスイカですよ。歌姫ダメじゃないの。ランカですからスイカですよ。いきます、せーの、えい。あっこれデカルチャー言わなかった今。うわー来た。うわーこれは嬉しい。ランカボーナスですね。さあランカの場合は20ですね。20ゲーム。さあ翼のマイチャンスはね、このボーナスの序盤で煽りがあって、そこで決まるかどうかなんですよ。おお超決まりましたよ、翼のマイチャンス。さあ液晶にねアイコン出ています、翼のマイチャンス。こちらはですねボーナス終了後ですね演出が発生しますので、ちょっと注目しましょう。AT 中ボーナスは当選回数によっても特徴があります。3回目と5回目はボーナスと思いきや超時空バジュラッシュに突入するパターンがあったり、7回目の翼のマイチャンスを獲得できれば超時空バジュラッシュか超時空バルキリータイム濃厚となると。さらに10回引くことができた際はエピソードが発生し超時空バルキリータイム濃厚です。AT 中ボーナス10回を目指しながらプレイしていきましょう。さあボーナス残り少なくなってきました。このあと翼のマイチャンス発生します。ゲーム数上乗せ歌姫ドライブ、超時空バジュラッシュ、超時空バルキリータイムのいずれかが濃厚です。これは手に汗握りますね。さあこのあと注目しましょう。プラス10 いくかと思いきやプラス10 うわこれやだな。20以外20以外20つらさとはいえ20プラスですからね。なるほど。あれずれちゃってるけど、どういうこと？超時空バジュラッシュ？うわーこんなタイミングで入りました。歌姫ドライブを高確率でストックしているところですね。主な突入経験は AT 中ボーナスの一部と翼のマイチャンスの一部となっていますね。さあということで超時空バズヤシュですね、平均3個の歌姫ドライブストックに期待できるほかですね、終了時には AT 中ボーナスが同行、その後のさらなる出玉増加に期待できるゾーンとなっています。うわー、ブルブル震えてるいただきました。あ、ここはダメか。どうだ。あー、気持ちいい。おっと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 、ここはこのタイミングでのレア役はかなり嬉しいんじゃないの。どうだ。うわー、震えてる。わー、僕の仲間がボコボコにやられて複雑な気分ですが、見事3個ですね。おっと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 、待って、シェリー来ましたよ。弱だけど聞いたー、すごい。ストック4、そしてネクストボーナス、うわ最高ですね。シェリルボーナス。さあということでラストですね。ここからは先ほどストックした歌姫ドライブが出てくるって、その前に上乗せ90、すごい。後乗せって嬉しいね。ベイ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 、うわー。さあということで10回目のボーナスを引いたということで、この後エピソードを挟みまして超時空バルキリータイムに突入です。さらにこの後入るというね。超時空ボーナス終了後、またはですね AT 中ボーナスのエピソード発生後はデカルチャーステージに突入します。突入時のバルキリータイムの残りゲーム数は持ってけボーナスの初期ゲーム数に加算されます。さあこの後になりますね。もう超時空バルキリータイムサービスアタック。これですね、これが持ってけボーナスの初期ゲーム数になるということだから、損はありませんよってことだよね。さあデカルチャーステージを経由しまして、いよいよここからお楽しみの超時空バルキリータイム突入いたします。こちらはですね5ゲーム以内に図柄が揃えば持ってけボーナス濃厚となる ST タイプの AT となっており、持ってけボーナス後は超時空バルキリータイム5ゲームを再セット。激しい持ってけボーナスの連打に期待ができます。ループ率はなんと約 90% です。とこれだけでも十分すごいんですが、さらに超時空バルキリータイム終了時は引き戻しゾーンに突入し、約 50% で超時空バルキリータイムに再突入します。バルブレイブの超革命ラッシュとからくりサーカスの運命の一撃が複合したような圧倒的な出玉性能となっています。さあ5ゲーム間だもんね。あれ、図柄揃わなかった。どうなの？あれ？うおー、揃った。え？これで OK なの？うおー。追加されてる294件さっきの250件足された。そして持ってけます。超時空バルキリータイムは終了してしまいましたが、ご覧のようにチャンスはまだ継続しております。この最終決戦に勝利できれば再び超時空バルキリータイム突入、純増約5枚の上位 AT と持ってけボーナスが約 90% でループするんだけど、いきなりスイカを引いてますから、最終決戦の文字テロップ赤だったよちょっと待って、これカットインも大きいよ、大丈夫、これが俺の翼の前だ。こんなことがあっていいんでしょうか。あんだけ出といて完全撃破続くんだって。うわー、いい音、超時空バルキリータイム。うわなんだこりゃ。いやー、これこの5ゲーム間で図柄が揃えばどうなのよ。お、音は違う。うわー、すごいよ、ちょっと20、うわー、20ギャラクシーということで、持ってけボーナスがここから 90% ループ。どうなってんのこれ。いやー、皆様いかがだったでしたか。これスマスロへと進化したパチスロマクロスフロンティア4、本当にすごかったですよね。もう僕もね、心躍ってしょうがなかったですよ、ね、ゼリー食べてる場合じゃないですね。でこちら三強のボーナス連打マシンといえばパチスロ永遠の消防隊が記憶に新しく、あちらはどこまで続くかわからないドキドキ感がたまらなかったですけども、ボーナス3回5回7回10回という目標を持ってレバーを叩ける本機種も違った魅力があって楽しかったですね。また約 90% でループする持ってけボーナスの爽快感や、期待度約 50% の最終決戦から再び超時空バルキリータイム突入といった流れは、バルブレイブやカラクリサーカスを彷彿とさせるものがありましたね。レバーの叩きどころや2択の厚さなど、パチスロとしてのゲーム性が完成されつつ、スマスロならではの爆発力もしっかりある、多くのプレイヤーが満足できる超ハイブリッドマシンと言っても過言ではないでしょう。そんなパチスロマクロスフロンティア4、ぜひ皆様にも体感していただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。